ロビンとフランキーは世界政府直下の一味の元を見ずきその途上。すでにロビンは仲間たちが海兵1万を相手に、しかしそこにはダメだ。この先の海にまたこんなにでは力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行く。お前はもう何？俺の技はみんな、いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！うお！ゴムゴムのでっかいゴージェットバズーカ！本当に頑丈なやつだな。ほんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。帰って。私はもう死にたいのよ。だこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？ああ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、小原の考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか？ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング。ん？あの旗、撃ち抜け。了解。まさか。必殺、ファイアバードスター！やりやがった！海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった！正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ！望むところだ！ロビン！まだお前の口から聞いてねえ！行きたいと言え！ロビン！ロビン！望んではいけないことだと思ってて、誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい！
私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。本部へ連行する。もう作戦の準備を急げ。おい、奥の塔へ続く道がねえぞ。左右の塔で跳ね橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族私が相手になろう。奥の塔へ続く跳ね橋は降りねえらしいな。あいつら、もう近くまで来てやがる。捕まってる場合じゃねえ。ガビフラも取り押さえろ。やつを絶対に逃がすんじゃねえ。正義の門へ向かうぞ。準備しろ。信じよ。必ずみんなが来てくれる。おめえら、ゴロビンを助けたきゃ、あと俺に手貸せ。やつらの行き先は分かってる。ここが片付いたら、俺が先導してやる。
私は狙撃キング、めぐみはしないぞ。跳ね返しただと、勝負なのに鉄だか、このままの行儀は悪いな、あれしまうな。キャノン、ニコロビンの行き先は運命、正義の門だ。こうするぞ、あの女を連れてこい。あの門を通過するまでがリミット、ためらいの橋の支柱で迎え撃つぞ。無駄じゃ、ためらいの橋へ通じる扉の鍵は柱が持っとるからの。すまない、助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。お前にできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ、状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が、そうか、分かった、分かったぞ。誰にしかできねえこと。進路を封鎖できねえか試してみる。セッション、このままの、よっよっ、とくと見よ、キリンという野生の底力。よっ、キリンのパワーの四刀流も何一つ俺に勝てる根拠にはならねえ。頼むぞ。この縄張りはわしが守る。くれてやるわい。ナインを倒して身を奪っちまえ。
狼の寝床に迷い込むとはバカな子羊どもだ。続けても仕方ねえ。中止するぞ。ニコロビンを連れて先をお急ぎに。私はここで海賊を始末しておきます。海兵、お前らも守りを固めておけ。海賊ども俺に寄せつけるんじゃねえ。頼むぞ。からなら足を砲撃できそうだぞ。誰がためらいの橋か。ここからなら狙い撃てそうだな。来るのが遅いぞ。俺を殺す気か。安心しろ。見た目と違っていたぶる趣味はねえからよ。瞬殺だ。なんなんだよてめえは。あの砂丘水バカ女への同情か。血に気をつけろ。怒りでヒートアップする口だ。望むの。行儀は悪いな。三刀流三脚混合ガモン。チクショおめえ。チーピーナイン落としろ。海賊が来ちまうじゃねえか。その電電虫バスターコール用の。なんてバカなことを。うっかりした。バスターコールをかけちまった。よく来た。あ、後のやつ。ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。ここまでたどり着いたことは褒めてやる。だがこの先に行くことはできん。そうだ。
これだけで犯罪女、正義の門はもうすぐそこだ。たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。だからドビンを逃がすために俺たちは来たんだ。心配するな。一人残らず同じ地獄へ送ってやる。行儀は悪いな。三刀流三百本道キャノン。おお、やべえ、向こうからも撃ってきやがった。わがままだ。バスターコールが始まるぞ。バスターコール発動。
標的、海賊、麦わらの一味とその協力者、現状把握不要。四方の島、ベニースロビー、その全てを破壊せよ。なんてイカれた光景だ。震えが止まらない。なあ、おい、これが脱出手段がねえ。どうすればいいんだ。何か聞こえる。誰だ、この声一体。わからねえ、ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向け。目的地が決まったんなら最短距離で行くぞ。クードバーン。見苦しくあがいてみようじゃねえか。ひでえ。世界政府のやることかよ。さっきの感情もね、地図から島を消すだけ。それがマスターコにかけて。どうしろってんだ、クソったれ。逃がすくらいならあの女ごと吹き飛ばせ。と大将青木寺から言われている。大将青木寺より。よし、狙え。全艦攻撃開始。何すんだ、逃げすか。死ね。ありがとよ。そんそん。いいところに現れるじゃねえか。アンマー。
思えねえ。一体誰だ、誰だ、誰なんだよこの声。誰、なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ、海へ。ロビン、ロビンを海へ落とせるか。任せて。海へ、海へ、海へ。メリーゴーに乗り込め。メリー、迎えに来たよ。アイスのおっさん、とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろ。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ、なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。わかった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。本も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。